Stop!
you
か。いや。悩んでるときはこの膝がこれがそれから、ね、これ、
ヤクルト、そして大阪カバユ、これが一番正しい方法。ちょっとこの練習やってみます。はい、下段払い構えて、はい、上段正面、はい、1正面、はい、2で少し半身、2、はい、3正面、はい、3半身、10正面、はい、1正面、よく吐くと下ろってきない、押すより半や、入れ半や、筋肉も急速に注力するわけです。при этом наш мышцы тоже быстро напрягаются。それが気合の意味なんですね。それが気合、それに付属して相手を威嚇する。при этом именно вот угрожать своим соперникам。で何もしないときに、おお、あ、いいとなる。これは相手をいろいろ引き込む。ですから、声はどんな声でもいいですから、大きい声は強く、速く、鋭く。громкий голос надо быстро и сильно остро выдыхать. Это очень важно. はい。じゃあ、外を受け。はい、手の前を止めて。これがみんな足りない。これは鉛筆は短いです。もう鉛筆言えば分かります。鉛筆は距離が短いです。ですからこれでちょうどここです。これがここだともうここなるべく上から持ってくるか下から持ってくるか。これはですね、どちらでもいいんですが、できれば上から持ってきてください。なぜか、それは引き手はできるだけ早く引いた方が
下から持ってくると手が多い。ですからこれは上からぶっ。これがはい。これだけどうこれでもいいよ。それから外を受け2つの方法があります。1つは腕が肩の高さと平行。ここから横に。で、もう1つはこれは小口が肩の。これを区別してください。もしインストラクターの人がいるならば教えるときにはっきり区別しておいて、でこれはあまり練習しなくてもできます。で大きくやる方法
な。はい、構えて。それがない。私にパッと立てくしゃいこういうことなんですね。この紐が私のこの膝。こうやってたまり、まゆかりえな。膝が。で、これは。これは。これは。どん滑っちゃった落ちたかもほらふっはい、はい、えっと、チンバーチンねすごい高く使えるんだよはい、こう それは技をかけた時じゃない時に入れる気合ですね。もうえたら恋です。だといって2択でかけた恋ですか、こういった技だろう。2択です。手足がこのままになる。あ、バス、朝よく立ってたと思う。この支え足がふっと前に。あ、これ、あ、なんかポール、私、息伏せるよ。あ、バス、朝よく例えばですね、引くときにこう構えて、蹴るときにこういう状態になる。もう蹴れる、この足の長さのとこだけでこう。そうじゃなくて、少し遠くっても、このまま、このままの。ゆっくりやると
ここから十六月でやるときはですね、この足の裏で肩や膝を ここがなんか、この、
からここは正確に。そうしな。大体この足のこの長さは一丁。やっぱり屋根とは言うのですね。はい、そういうことを気をつけて、向こうの絵でよし。